皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は埼玉県行田市に今年2月にオープンした RV パーク古代蓮の里での車中泊の模様です。チャンネル登録してコメントなどいただけたら幸いです。まずいつも通り会社へキャンピングカーを持ち込んで給水してスタートです。今回は第三京浜で多摩川インターチェンジまで行き、環八で練馬関越自動車道に乗って東松山インターチェンジへ向かいます。昨日梅雨入りしたばかりですが、とても良いお天気になってくれました。東松山インターチェンジで関越自動車道を降り、目的地へ向かう途中で吉見百は何立ち寄ることとしました。吉見百穴は古墳時代の末期に作られた横穴墓群で、大正12年に国の史跡に指定されました。横穴墓は丘陵や台地の斜面を掘削して墓としたものですが、死者が埋葬された主体部の構造は古墳時代後期の横穴式石室とほとんど同じだそうです。百穴が分布する一帯は凝灰質砂岩と呼ばれる比較的掘削に適した岩盤が広がっており、当時の人々は掘削するのに適した場所を探して横穴墓を作ったと考えられています。現在確認できる横穴の数は219基あるそうです。吉見百穴駐車場に到着し、しばし吉見百穴を散策しました。
吉見百穴を後にして目的地へ向かいます。目的地に近づいたところでベルク行田南店に立ち寄りました。こちらで食材等の買い出しです。買い出しの後は近くにある日帰り温泉行田湯本天然温泉もみの湯で入浴を済ませます。行田湯本天然温泉もみの湯は埼玉県唯一の純重層泉で、源泉かけ流しの温泉です。ゆったりとした癒しの空間を楽しめます。温泉とともに行田も作座で大衆演劇も楽しむことができます。行田湯本天然温泉のお風呂はそんなに熱いお湯ではありませんでしたが、出てからもポカポカする良いお湯でした。日帰り温泉に続いて昼食を食べに煮干しラーメンどんぐりに立ち寄ります。厳選した煮干しの出汁にとことんこだわっており、近隣の方はもちろんのこと、この味を求めてわざわざ遠方から来る常連さんも少なくないそうです。ラーメン通なら知らないものはいないほどの有名ラーメン店です。一口スープを飲んだ瞬間に芳醇な煮干しの香りが口いっぱいに広がると話題で、幸せな気分に浸れるラーメンだと行列ができるほどの人気です。ラーメンをいただいて本日の車中泊地 RV パーク古代蓮の里へ向かいます。古代蓮をはじめとする42種類約12万株の花蓮が楽しめる公園です。また四季を通じて楽しめる公園として桜、牡丹、ツツジ、アジサイ、蓮、田んぼアート、彼岸花、フラワーアート、イルミネーション、ロウバイ、梅などが見られます。受付場所でもある古代蓮会館は蓮に特化した展示物などが充実しており、蓮について深く学ぶことができます。また50メートル上空へ上がれる展望室からは360度の眺望が楽しめます。条件が良ければ富士山をはじめ浅間山、赤城山、日光、筑波山、東京スカイツリーや埼玉新都心のビル群が望めます。 RV パーク古代蓮の里に到着です。チェックインの時間に少し早かったので、小豆ソフトクリームを食べながらしばし時間を潰します。古代蓮会館でチェックインします。 RV パーク古代蓮の里は電源付きで1泊3300円でした。2番サイトにキャンピングカーを止めて、こちらで車中泊です。電源をもらってエアコンを入れ、車中泊の準備完了。しばし古代蓮の里を散策してみました。こちらのシンボルにもなっている展望タワーは RV パーク利用者は無料とのことでした。蓮の里の隣にある田んぼは行田市田んぼアート会場になっていて、田植えして間もないとのことでしたが、うっすらと図柄が見えていました。今年のテーマは能登の復興祈願とのことでした。Thank you.
続いて古代ハスを見てみます。ハスの見頃は6月から8月とのことで、まだちょっと早い感はありましたが、少し咲き始めているところを眺めることができました。古代ハスの里はふるさと創生事業の一環として、行田市の天然記念物に指定されている古代ハスをシンボルとする公園を、古代ハスの自生する付近に古代ハスの里として子供からお年寄りまで楽しめるよう整備されています。行田ハス、古代ハスが咲く場所は3カ所あり、中央の古代ハス池がメインの池となります。こちらではキャンピングカーの中で晩餐です。ゆっくり飲んで食べてそのまま就寝です。古代ハスの里で2日目の朝を迎えました。ハスの花は朝咲いて昼には閉じ始めるとのことで、古代ハス以外のハスを見に行きました。あいにくの雨となりましたが、いろいろなハスを眺めることができました。行田ハス、古代ハス以外の40種類の花ハスは南にある世界のハス園に植えられています。行田ハスと違って八重咲きの花や白色の花、黄色の花などが見られます。さまざまな種類の花たちは見応えがあります。キャンピングカーに戻り、朝食を食べて早々に引き上げることにしました。
古代蓮の里を後にして横浜に戻る途中、最近何かと話題になっている小江戸川越に立ち寄ることにしました。都心から30分、江戸の情緒を今に残し、明治、大正、昭和、平成の4つの時代を体験できる埼玉県川越市。歴史的建造物や文化財、四季折々の自然、おいしいグルメにかわいいカフェ、そんな小江戸川越のレトロな街並みでちょっぴり非日常を味わえます。観光者向けの無料駐車場にキャンピングカーを停めさせてもらいました。駐車場から蔵造りの街並みに向かう途中、まず川越城跡があります。川越城の一部本丸御殿を拝観し、御城印をいただいてきました。小江戸川越、蔵造りの町並みにやってきました。川越のシンボル的な時の鐘です。情緒あふれる蔵造りの町並みにひときわ高くそびえる川越のシンボル地の鐘。江戸時代初頭から城下の町に時を告げ、庶民に親しまれてきた鐘つき堂です。その響きの良い音色は平成8年環境省の残したい日本の音風景100選に認定されています。食べ歩きなどをしながら、蔵造りの町並みから菓子屋横丁などを見て回り、川越名物なのかな、肉汁うどんを食べて帰路に着きました。今回は埼玉県の RV パークで1泊2日の車中泊でした。またどこかへ出かけた際には動画にしようと思っておりますので、チャンネル登録してチェックしていただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。